Good luck, guys. Yeah, good luck. You too. Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガイルチャンネルです。さあ、フィクストシリーズ始まりましたね。F4 ライムロック24周長いこのオフィシャルレースをお届けしたいと思います。ガイル選手予選3番手ですね。トップスプリット SOF1.8K です。さあスタート。これは抜けない。とりあえずポジションキープ。さあイン側をいたの今フェラーリですね。このやられたゲルハルト・ベルガーにしてやられた。さあこれダメージどうですかね。リアタイヤが当たったのかなと思うんで、ハンドルまっすぐ、どうでしょう。大丈夫ですかね。フィーリング的には違和感なし。大丈夫ですね。さすがゴックだ。なんともないぜ。よし、やってやりましょう。この見せてやりますよ。オーバーテイクショーというやつよ。オーバーテイクショーだいぶ離れてますね、前のグループと。なんか白煙が、白い煙が、そうしてもう一台。来ないで来ないで。さあこの修羅の国 F4 フィクスト、まずは3台かわして、今何番手なんでしょうね。トップ10ぐらいに上がってきましたかね。前を行くのがカーナンバー3のねルークさんっていうのも、なかなか何かトラブルあったんですかね。結構滑る。1台また脱落。今のは、周回遅れのマックスさんですね。マックスさんね、名前かっこいいですよね。 F1 ドライバーみたいですよね。さあ今回も、VRS のですね、オープンセットの方ですね、そちらの誰でしたっけ、名前が出てこない、ジョニー先生ですね。ジョニー先生のお手本ラップ、これをですね、3分間じゃない1分だけ見てですね、で 10分か15分ぐらい練習しましたかね。まあ練習しました。で参加してます。さあ前2台争いが激しい。しかし8番手9番手争いの後ろに10番手のガイル選手追いついてきております。まあね、もともとはね予選3番手だったんで、まあこのぐらいはねもうね、オーバーテイクしていきたいですね。さあスリップ入りつつありますが、なんか1台周回遅れ出てきましたね。それにひるんだ2番手前のペンギャンさんですね。だいぶペース乱されてる感じですね。ペンギャンさん、チェンさんですね。チェンさん、さあこれはどこで譲ってくれるのか。譲らない。前詰まった。さあまだ譲らない。これはだいぶ、いかん。フロントがちょっと逃げますね。前回ではいけなかった。さあまだ、何これ譲んないの、緩めないの、ちょいちょい。いやそんなの
お、これはひどい。これはひどい。いや、これはないですね。これはね、もうプロテストもんですよ。これね、チェンさんもよく文句言わずに付き合ってますね、まあ、もしくはマイクがね、ボイスチャットのマイクがないのか。あ、これね、ガイル選手もブルーフラッグプリーズの、ね、ボタンを結構連打してるんですけど、ダメだこれは。まだ抜かせる気ない。場内アナウンス、まずは名前を。うー、まだ譲ってんの譲んないの。あ、そしてなんか1台なんかコースアウトしてるし、大変カオスな状況になっています。さあ、これはなんか実力でオーバーテイクしていったような。お、そしてアクセル緩めないですね、このキャメロン君。これはひどい。あ、そしてアレクシスさんが散っていった。これはひどい。もうね、このアレクシスさんはね、あのプロテストをぜひしてあげると今後の教育につながるので良いんじゃないかなと思いますね。まあ、ガイル選手は特に実がなかったので、プロテストするとね、結構ね、プロテストをする準備がね、めんどくさいんですよね。なので特にガイル選手はプロテストしません。さあ、今度はこのね、ついたり消えたりしてるチェンさんを追いかけていきましょう。結構消えてますね。ウィングがね、壊れたっていう。先ほど通過してきた、3連試験ですね、ターン5、6、7、あそこのね、試験がね、ソーセージに思いっきり乗り上げるとね、フロントウィングべっこり曲がりますからね。ガイル選手も練習中に乗り上げてしまいました。さあ、近づいてきましたよ。めびっくり。さあ、仕切り直し。これやっぱ次のね、メインストレートでオーバーテイクするのが良さそうですね。おお、ミスってますね。よし、間合いはバッチリ。さあ、スリップからオーバーテイク。うー、よし、無事にオーバーテイク完了ですね。うん、さあ、前を行くのは次は7番手カーナンバー9のリーさんですね。おっと、1台脱落。これ6番手を走っていたマテオさん消えてきました。さあ、ガイル選手7番手まで上がってきた。うん、さあ、スリップ圏内まで行きたいですね。うん、
さあ1秒差、レースは12周目、ほぼ折り返し地点といったところですね。お、ミスってますねこれ。よしよし、近づいた。よし、チャンス。さあフロントがねちょっと抜けるので少しアクセルオフして曲がりました。普通はね全開でいけるんですけどね。さあいい感じいい感じ、よし。さあスリップで、うん、さほど抵抗もすることなく抜かせてくれそうですね。さあそしてオーバーテイク、よし。さあ6番手浮上ですね。これで6番手でフィニッシュすれば1ポイントもらえます。うん、危ない。やっぱねあの試験員はあのソーセージにかすらないことですね。やっぱタイヤ、うん、タイヤ 0.5 本分ぐらい開けてコーナリングするつもりで走るとちょうどいいかなと、まあ、慣れてくるまでねタイヤ1本分ぐらい開けるつもりで、走行するとそれぐらいね余裕を持ってないとやっぱちょっとでもね触れてしまうと跳ねてしまって、全然ねトラクションが抜けてしまうんですよね。さあ前方の今度は、周回遅れもいますけど、アンドリューさんですね、こちら8秒遠いな。さあ諦めずにまだまだね残り10周ありますから追いかけていきましょう。いやしかし予選3番手スタートからまさかこんな展開になるとは思ってもいなかった。さあ15周目、この F4 は20分間のレースですから結構ねあのボリュームありますよね。やっぱ15分レースシリーズよりは、ちょっとね長いかなっていうのはね、思いますね。まあ、とはいえあの実際はスキップバーバーの方がもうちょっと長いんですよね。意外と長いスキップバーバー。さあ5番手アンドリューさんと8秒差だったのが結構いい感じで詰めてきてますね。1周1秒ぐらい詰めてますか。さあレースは16周目、もうこのねライムロックは結構基本を覚えるというか、うん、これはね、まあ、練習というか F4 に乗り慣れるためにも結構良い、トレーニングコースなのかなという気がしますね。まあ、特にね、フィックスドのセットアップのレースやっぱいいですね。オープンみたいにこう手間暇かけずにできますので結構ポリッと練習できてね参加できていいかなと思いますね。うん、まあ、シーズンの途中からこのね組み込まれるっていうのがあまり見ない姿なのでと思ったんですけど、もしくはオフィシャルのアイレーシングオフィシャルのセットアップに時間がかかったのかもしれないですね。今回のこのライムロック用のフィクストセットもやっぱ走りやすいですよね。まあ、どうせね F4 はもう入門編なのでどちらかというとフィクスト1本にして USF2000 みたいに1時間に1回の開催にね、した方が気楽でいいなとガイル選手は思ったりしますね。まあ、とはいえ F3 にステップアップしていくと、うん、やっぱりオープンカテゴリーのレースの方が格上っていう風に
になりますので、まあ、そのセットアップを覚える勉強するっていうためにも交互で開催っていうのがアイレーシング側の運営の考えなんでしょうね。さあここ結構ね滑るようになってきましたね。おー危ない危ない危ない、うん、まあ、滑るんですけど、あの前後ともですね、まあ、極端なオーバーステアやアンダーステアにならないので、まあ、そのスライドさえコントロールできれば滑りながらでもドライブしていけるので、うん、まあ、そういった意味でもこの垂れたタイヤの練習っていう観点からもいいのかなというふうに思いますね。さあ前方2台収穫レーン出てきました。まあ、さっきのねキャメロンさんじゃないからね、キャメロンさんというかキャメロン君ですよね。もうねさん付けは許されない。あの2週にわたるね、鬼ブロック、まるで往年のルネ・アルヌの選手のように、久々にこのアイレーシングで妖怪当選ボジジイ見ましたよね。多分ね若いドライバーなので、プライベートメッセージで君はまるでルネ・アルヌ選手のようだったよと言うとですね、多分ね理解してくれないんじゃないかなと思いますよね。おお、ブレーキミス。まあ、とはいえねルネ・アルヌ選手もね、若い時はフェラーリのエースドライバーでしたからね、意外と侮れないっていうのはね。でもセナプロ時代のアルヌというと、リジェでしたっけ確かね。まあ、そういった、はい、F1、古き良き F1 時代ですね。さあスリップに入ってきました。これはおお、動きがなんかすごい唐突。あ、そしてなんか1台また、あ、5番手アンドリューさん、おお、スピン。あ、やっぱね滑るんですよ。タイヤのね熱だれが結構ね来てて、この前を走るねブラッドさんもなかなか辛そう。さあこれは譲る気配の構え。よし、譲ってもらった。サンキューサンキュー。よし、さあ4番手のクリストファーさん8秒先、なかなか遠いですねこれ。とりあえず追いかけていきましょう。みんな、失礼しました。さあレースは残り4周。おお、なんか2番手のアミールさんがミスで5秒差まで下がってきましたね。これは目の前の人参、ここはプッシュしていくしかない。でも滑る、怖い。さあさすがね、4番手走行のドライバーということで1周 0.5 秒ぐらいしか縮まらないですね。さあタイヤも滑ってきている。なんか楽しそうだな。おお、なんか前2台なんかギャップ詰まってますね。うん、おお、なんか3番手だったクリストファーさんがめっちゃ遅れてる。これはマシンダメージですかね。うん、これはなんかおかしい。レースは残り2周。これはクリストファーさん追いついていきたい。いや、最後になってこんな展開になるとは。さあプッシュプッシュ、まだ1周半ある。これはまだ追いついていけるはず。
さすがにどうですかね、このメインストレート、いやこれはオーバーテイクできない。さあファイナルアップ、これおおおちょい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 、怖い怖い。このクリストファーさん、グッドスマイルレーシングカラーですね。おーとっとっとっと、いかんいかん、おーいかんいかん、落ち着いて落ち着いて、まだまだチャンスある、全然スピード伸びてない。よし、ここはきつい、やめようやめよう。まだ慌てるような時間じゃない。でもコーナーはあと2 つしかない。これは、これもメインストレートですね。さあ間合いを、間合いを詰めて、ちょ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 、さあここから間合いを、おーびっくり、結構スピード落とした。さあこれはまだ抜けてない、抜けてない、どうだ、フィニッシュ、あ抜いた抜いた、よし、最後の最後でオーバーテイクできましたね。いや5番手でね、入賞2ポイントかと思ったら4番手3ポイントいただきましたよね。はい、というわけで、3番手スタート、4番手フィニッシュでしたね。お、クリストファーさんから、はい、ということで、ちょっとね、ラストですね、これちょっと詰まったんですけど、さあこれで、スピードの伸び、あ、車体半分ぐらい、オーバーテイクできましたね。いやーよかったよかった、結構そのね、1周目にもう押し出された時は終わったと思ったんですけど、意外とあの見応えのあるレースが取れたような気がしますね。あー、この押し出しくんはね、これインガは大丈夫かなと思ったんですけどダメでしたね、でこの押し出しくんが、あのキャンベル・ローガンくん、あのキャンベルくんでしたね、そうでしたっけ、ちょっとなんかルネ・アルヌとゲルハルト・ベルガーの区別がつかなくなってきました。はい、はい、これはね、あの明日またリベンジですね、はい、F4 今度はねきっちり、予選からね、決めていきたいかなと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタン押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。